子供とお出かけするのも奇遇なんだな。暗すぎてちょっと待てないと思って、で30分ぐらい店内にいて。マニュアルなしでやってますね。オーダーメイドというか。はい、皆さんこんにちは。出会いは重症の患者様、絶対治療テレビのゆきです。皆さんは趣味ってありますか？僕はですね、体を動かすのが好きなので、まあ、週3で、まあ、全身筋トレをしているんですけど、まあ、ダンベルとしてはこうやって持つと15キロくらいが限界かなっていうので、合計20回くらいやっています。でも今日の方はちょっと意外な理由で腕をすごい使っていて、まあ、ちょっと腰とかにも来ているっていうことでお越しいただいています。では今日お越しいただきました向こう側さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどちらが辛いということでしょうか？もう肩と首がバンバンに張ってて、はい、腰も2歳の子供がいるんですけど、はい、13キロぐらいあって、はい、毎日抱っこで、休みの日に子供とお出かけするのも修行なんかなって荷物も重いし、はい、こう手引っ張って抱っこって言われるとわあ。それで腰もやっぱり立っちゃう。抱っこで階段上がるんですよ、私毎日抱えて上がるので、その時にもうすでに飽きてるあ、それはちょっと辛いですね一番は、まあ、じゃあお子さん抱っこされて、うん、そのまま階段の上り下りの動作で腰に来る。腰に来てます。腰のケアとか方のケアはもちろん、うん、ちょっと階段が歩きやすくなるように、ちょっと足も力が出しやすくなるようにもちょっとおまけで、はい、今日はしようかなって思います。まあ、はい、肩がちょっと調子てるかなとは、はい、ありますけど、どっちの腕で力入れてるとかってありますか？腰かもしれない。ああ、右手かもしれないですね。まあ、右肩がそうですね、ちょっと上がってて、巻き肩になってきて、肩がちょっと前に出てきていて、もうちょっと後ろ行くといいんですけど、はい、でもこれはちょっとおかしい感じがすると思います。これ相当な、なんか変ですよね。入れないといけないんで、自然とちょっと肩が後ろに行くと、はい、これをしてるの、はい、まあ、ちょっと腕とか腰も楽になるかなって思いますけど、はい、抱っこされてる時のちょっと姿勢でやっぱり固まってきちゃってるなっていうのはありますね。腰もそんなにすごい悪い姿勢とかではないんですけど、はい、まあ、ちょっと体の使い方とかもうまくできるようにやっていこうかなと思います。前屈とか後屈後、普通これつくんですかね？普通全然つかないです。まあ柔らかければつくかなって感じ。どれくらいですか？そこが全部ですね、ちょっと20センチくらいあります。反らす方とかはこうですか？まあ、無理なくです。これで痛めたらどこまで行くんですか？まあ、もうちょっと柔らかく、無理なくなくて頑張りすぎたら痛い前屈がいけないっていうことは、足も硬いところがあるっていうことなので、今日はセットで腰と足もそんだけ使われてるってことならやっていこうかなと思います。ありがとうございます。この場所がまず硬いのがあるので、しっかりと押していきます。大丈夫ですか？聞きますか？見ただけでわかるんですか？はい、そうですね、もう見ただけで骨格が透けて見えるというか、悪いところもセットで見えるので、そこ読み取って、ポイントで押さないといいってことですか？はい、そうなんです。これ痛いじゃないですか？痛い、この角度でこの場所痛いんですけど、痛い。ちょっと変えると、え、ごめんなさい、痛くない？笑っちゃうくらい意味なくなりますよね。何してるので、はい、痛くない、はい、でここを当てると、はい、こういう感じです、はい、ほんとちょっとの無理で、はい、全然違う。それだけ体って繊細で、本当にこう見極めてやってあげてます。でも辛すぎて、はい、上田さんの治療の前に、はい、山田電機って、はい、マッサージチェアで座ってたんじゃん、勝手に使えるあ、使えるのありますよ、マッサージチェア。辛すぎて予約まで時間あるし、はい、もう待てないと思って。全然違うんですよね、ピンポイントじゃないので。あ、確かに気持ちいいは気持ちいいんですけど、場所がそうですよね、合ってくれてるといいんですけど。で30分ぐらい店内にいて、すごい店員さんにあいつに入らない30分も入るマッサージってやつか。やっぱり筋肉とかこう筋膜とかつながりが全身にあるので、はい、ずっと硬いところをこう辿ってきて、全部これ繋がってる、全部繋がってるんで、はい、
まさか腰痛の腰痛の場所の背中ずっと首までいいんだから上がっていけるくらいですね。でおっしゃってた腕も、はいはい、見極めてポイントにしていきます。これですね、この角度、ここですね、これ痛い。いやこれそんなに力入れてるわけじゃないってこと。全然入れてないです。これはめっちゃ痛い、はい、別の場所でやるとこれくらいです。全然、はい、これくらい。全然も痛くない。なんか、はい、ふわふわして、はい、これこれだけなんです。痛い。軽くないって。痛い。めっちゃ痛いって。この下もあるんですよ、ここ。めっちゃ痛い。痛い。これやると、まあ、だいぶ柔らかさが出てくるんで、はい。これで疲れが流れてきたりとか、まあ、あと腕温まってきたりとか。はい。で、反対もやります。ここからやっていきますけど、はい。この感じですね。でっかい棒で大きいガーって叩かれてるぐらいの痛み。くらいですよね。痛い。向こう側さんの場合はここが腰にも効くっていう感じです。まあ、人によっても違うんですけど、はい。マニュアルがないんですか？マニュアルなしでやってますね。オーダーメイドというか、こう、はい、なんか筋肉の使う癖とかも人によって、はい。わずかに違うので患者さん一人一人違う、一人一人の、はい、この硬いライン見極めたりとか、今回腰からこう上がってきて腕の方に行ってるとかですけど、そこを全部見極めてやっていってます。ここも腰のケアとしてやってるっていう感じで、腰の足ですか、はい、ここで前屈も良くなりますし、はい、足がちゃんと使えると腰もカバーできるようになりますし、はい、腰の筋膜もここまでつながりがあるので、はい、ここも痛い、お前ダイイングメッセージで痛いって書いて触れる痛い今何書いても痛いしか痛い、あまりの痛さに死にそうなくらい痛いってことみんなのリアクションが痛いって叫んでるって言ってもまたと思ったけど困ったでもこれを体験したいってこと最近増えてますね、動画でも。これでもね変な首の前側ちょっとここもパンパンですね、はい、鈍痛です、鈍痛。そうなんですよ、ここをちゃんと乗せてるだけで、首とか特に、はい、繊細なんでも力はほとんど入れないようにしてますけど、特に首とかかなりいろんな神経通ってるんで、まあ、あんまり強く違う場所を押すと本当に危ないので、はい、正しく筋肉の真上、弱い力でやってるって言ったわけです、押してるだけですか、はい、押してなくて、まあ、押してはいますけど本当に別の場所でちょっとやります、これくらいですね、全然、はい、はい、これだけです、はい、これ一緒タッチの仕方とかも意識はしてるので、まあ、これで取れるっていう感じです。痛い。首引っ張って、はい、ちょっとここから姿勢正しますけど、大川さんの場合はこの位置の方が体楽そうなんですよね、背骨のラインとか整えてます、OK ですね、はい、これで体の変化見てみます、はいはい、体の感覚今どうですか、こう肩回しとか腰とか、めっちゃ大げさがなくて、はい、この三千に戻った感じ、本当楽なんですけど、あ、すごい全然違うよ。重いリュックあるじゃないですか。あ、はい、なんか鉛入ってる、はいはい、あれを背負ってたのがここに来るまでの、はい、今なくなった。これが普通の状態なんで。そうですね、前屈上がるところはやってもらえないですけど。ちょっとあれじゃないですか、これ今。そうですね。すごい。ちょっとちょっと伸ばして。さっきより近づいてますね。すごい、はい、これだけではないですけど、はい、これできなかったんですよ、これが、ああ、それができなかった、これが、はい、やりたくなかった人、今自然にこれやりたいなって。あ、すごいです、これ全然滑らかにそれてますね、可動域しっかりあるんで、全然、はい、これやらせみたいなリアクションですか、これマジですよ、これ
これすごい。すごい。はい、巻き型だったところとかも、はい。こう丸かった。こういう感じ。が今、はい、力なしで。全然です。はい。この分また体が楽になるかなと思います。すごい。はい。もも今まで本当つらくて、はい、なんかもうこんなんやったって、あ、に忍者みたいな歩きすり歩きでしか これ上がらない、足が上がらなかったですね、本当こんなんやった、はい、じゃあこれで、はい、体もしっかりと、はい、良くなったら階段とかも、はい、上り下りしやすいので、はい、またこれで過ごしていただけたらなと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい。